もともと自分の中でもその一番最初にやってたのはダンスで、でダンスでやってて音楽がすごい好きで、なんか自分は当時その時はなんかこうダンスと音楽とファッションってすごく全部がつながっているものとして捉えてて、だからこうダンスをやエンターテインメントやっていく中でファッションっていうのは自分の中では切り離せない関係だったので、でそこからすごくご飯行ったりとかいろいろ仲良くさせてもらう中で、ある時自分がこのブランドを始める前に、まあ、ニゴさんが原宿のラフォーレに新しいストアバイニゴっていうのを出す時に、あのジャケットと T シャツ一緒に作りませんかって言って誘ってもらったのが、自分にとって初めてニゴさんと一緒に洋服を作った。でそれで出来上がったジャケット T シャツとかを本当すごい自分作ったのがすごく楽しくて、でこのスタジオセブンっていうブランドを始める時にニゴさんにちょっとうちのブランドとも一緒にやってくれないかっていうのをこうお願いしたところ、心よく OK してくれて、まあ今シーズン2シーズン一緒に作らせていただきました。というのは多分すごく東京っていう街がいろんなカルチャーが混じって、東京っていうその街の中で外から来たカルチャーがぐちゃぐちゃになって、でそれがなんか東京の中でこう発信されると、それがなんか例えばじゃあニゴさんとかがアメカジを東京の中でミックスさせて、ニゴさんっていう日本人が発信するとまた違ったアメカジになる。なんか自分の中でもそういった東京という街を通してやっぱ育って見てきた自分が、アメリカンカジュアルだったりストリートだったりとか、自分の好きなモードミリタリーっていうファッションを全部融合させて自分なりにアウトプットしてるので、セブンでものすごく気にしてるのはやっぱこう素材感とかフィッティングとかシルエットとかはすごく気にしてるから、なんか外から見ただけじゃなくて袖を通して初めて分かるみたいなところがこうセブンにはなんか自分はすごくこだわってるので、まあすごく外から見るとこのパンツはすごいシンプルなんですけれども、本当にシルエットと素材感は気にしてたりとか、袖を通して初めて分かることがたくさんあるなと思うんで。